皆さん、こんにちは。くん、くん、こんにちは。今日はですね、東急大分オープンの結果報告動画撮っていきたいと思います。はい。でこちらはですね、大分県の別府湾をこう見ながらですね、はい、こうできるサービスエリアに今寄っております。はい。でここからまあもうすぐね、成田の方に帰るんですけど、はい、先にちょっとね結果をこう皆さんに伝えたいなと思いまして、はい、ちょっとこの景色のいいところで撮っていきたいと思います。はい。じゃあちょっとセッティングしますね。どうぞそのまま待ちさせてください。いいですか。はい。いやこんな感じで別府湾を眺めることはできないですね。眺めることはできないですか。僕たちは眺めることはできないですけど、はい、ちょっとカメラを上に向けます。こんな感じで、あ、多分和穂さんは入るかな。はい、入りますね。はい。ということで、はい、今日は、まあ大分県の、はい、まあ、東急大分オープンに出場させていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。まずいろいろね、こう大分県でこうやって推薦をいただいたりだとかですね、はい、まあご飯をねご馳走になったりだとか、はい、こう練習ランド付き合っていただいたりだとか、まあ、いろんなね方にお世話になり、まあ、こうやって出場することができて、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございました。で、まあ、今日なんですけど、まあね、この九州の試合ということで、はい、結構こう、まあ、各方面から応援に来ていただきまして、はい、どうですね、まあ、福岡だとかね、宮崎だとか、こういろいろ来ていただいて、すごい、はい、いや本当たくさん声をかけていただきましたね。たくさん朝から声をかけていただきまして、はい、こうね、朝は雨降る中、はい、でまあ、僕の方が後ろの組でまっちゃん1個前だったんですけど、はい、こう18ホールついていって来てくれたりだとか、はい、9ホールねこうついてきてくれたりとか、こういろいろしてですね、まあ、その皆さんのね応援本当にありがとうございます。ありがとうございました。で、まあ、今日ね結果報告なんですけど、はい、まあ、ちょっともうこの顔見ればわかると思うんですけど、まあ、僕はね非常にちょっと今日はうまくいかなくて、はい、まあ、ゴルフ自体がちょっとこうどうにもならなかったって感じで、あんまり最近は聞かない感じでしたがね、まあ、悪い中でも、まあ、まあ悪くても1オーバー2オーバーだったんですけど、はい、まあ、今日はね本当に悪くて、まあ、先に結果から言うと81回でした。はい、もう久々にねちょっとこう80回を超えてですね、そう練習でもあんまない、ね、まあ、練習でもないですけど、まあ、昨日とかはねすごい良かった。やっぱりでもちょっとやっぱりいまいちだったんだよね。こうショットの感触が悪かったっすか。感触が悪かったというか、まあ、ちょっとこういろいろ新しいことに取り組んだりだとか、はい、まあ、こう最近ねこう肘を痛めたりだとかいろいろしていて、ね、まあ、だから結局スイングが多分悪いから肘を痛めてるんだと思うんでね。はい。でだからそういうのをこう変えないといけないなと思っていろいろしたりだとかして、まあ、結局こううまくいかずにですね、はい、まあ、ちょっと非常にね悪いスコアをこう出してしまったんですけど、はい、まあ、ちょっとね今日はまあ嬉しい報告もしたいんで、まあ、僕の話はもう本当あと1分だけ、はい、あと1分だけねさせていただいて、まっちゃんの話に移りたいと思います。はい、で今日はね、まあ、本当朝からねすごいギャラリーの人、はい、こう見ていただいて、僕なんかでも朝一ショットやったんですけど、はい、ちょっとねこうショットが悪くて、でこう2オンはロングはしたんですか。ロングとかやっぱりしなかったですね。しなかったですね。朝とかもしなかったりだとか、まあ、やっぱりこううまくコントロールができずに、はい、でまあずるずるとボギーを重ねてしまった。ボギー列車に乗ったって言ってましたね。ボギー列車に乗ってしまってね。でまあ今日はバーディーも1個しか取れなかったし、その辺がで、まあ、ちょっとこう練習ラウンドで、ね、木下康平プロとこう回ったり、はい、長野タイガー君とか回ったりとか、あと平原君とかね、はい、回ったりして、まあ、康平君にもこうスイングちょっと岩さんこうなってるからちょっとこううまくいってないと思いますっていう話をこう聞いて、まあ、木下康平君なんかは、まあ、今三橋さんのところでね、はい、こう座ったりしてこう非常にいい感じで、まあ、元から上手なんですけど、うん、はい、やっぱりこう僕も岩さんみたいなこうスライスがあったんですけど、うん、今は三橋さんになってこうだと。でこういろいろ浩平君にも教えてもらったりしながら、はい、まあ、だからちょっとねこの試合中にはできないんで、まあ、これ終わったら、まあ、しっかりこう、はい、また整えて今後のね試合に生かせるようにちょっと頑張っていきたいなと。まあ、まっちゃんはねこう今体のトレーニングだとか、はい、まあ、スイングとかもこう見てもらったりとかしてるんで、まあ、僕もね少しそういうのに、まあ、今までしたことがなかったんで、はい、唯一ねバッサンにねちょっとねこう聞いたりだとかしてたんですけどバッサンちょっとそういうのも、まあ、自分の体がどうなってるとか、はい、っていうのは少しやっていかないと、まあ、調子が良かったり悪かったりでいいスコアだったり悪いスコアはこうやって80回打ったりとか、
したらもう絶対ダメなんで、はい、今後ね少しでも良くするために少し自分のまあなんかこうレベルを上げるためにちょっとやっていきたいなと思っております。はい、はい、でまっちゃんです。まっちゃんね、まっちゃんね最近あのこう動画ではねこうまあ白から回ってもねオーバーパーだとか、はい、だこうだこうね結構こう皆さんねコメントをいただいたりだとかするんですけど、はい、今日はやりましたよ。今日はもう、はい、結果から言います。結果お願いします。結果は1アンダーの1アンダー、はい、71ストロークです。ナイス、ありがとうございます。いやこのね東急大分オープン、はい、まあ、大分東急カントリークラブですかね、はい、合ってたかな。はい、大分、はい、はい、で、まあ非常にね、グリーンも速くて傾斜も強くて、はい、まあ、なかなかこう難しいセッティングの中で、はい、今日まっちゃん1アンダーということで。1アンダーでしたね。いや素晴らしいですね本当に。多分こうやってきたことが少し噛み合ってきたのかなと。そうですね、うん、やっぱりドライバー、まあ、ドライバーはやっぱりここ最近は良かったんで、ドライバーの本当に不安はなく、はい、あの1日、まあ、もちろん曲がったホールもあったんですけど、うんうん、まあ、そんなに不安なく振り切れた1日だったかなっていうのはあって、まあ、あとはもう動画でも分かる通り、うん、課題のアイアンショットですね。はい、でアイアンショット、まあ、やっぱりいろいろ練習ラウンドもそうですけど、うん、動きだったりいろいろ考えちゃうじゃないですか。今日はシンプルにヘッドを上から入れる、はい、これだけ。男は黙ってダウンブロー。男は黙ってダウンブロー。これを心に刻んで、はいはい、それが、まあ、ダウンブロー打てて結果球低くなろうが、うん、まあ、高く打てようが、うん、そこをまずそこだけに集中してやろうと思って、はいはいはい、そのフックさせるスライスさせるとか、うん、そういうのもなしに、うん、そこに集中しようと思ってやった結果、はい、結構グリーンをヒットすることが多くて。おー、いいですね。はい、まあ、前半で言うと、まあ、出だしロングから、うん、まあ、本当ロングも2オン、はい、ほぼほぼ2オン手前のエッジまで行くような感じだったんですけど、はい、まあ、出だしからパーパーパーと、はい、でショートも4番のショートもしっかり乗せて、うん、まあ、ちょっと長いバーディーパットがポンと入って、はい、うん、で次のホール長いところもティーショット成功してセカンドもしっかり乗せて、うん、いいすね、でロングもしっかり乗せて、うん、まあ、バーディー取れなかったんですけど、うん、で7番ホールでちょっと左に行った、はい、ティーショットが左に行って左かきが出てたんで、ね、うん、狙えなくてグリーンを外して、うん、まあ、ボギーだったんですね、うん、でショートもちょっとだけグリーンを外して、ね、はい、まあ、もうアプローチが結構優しい感じだったんで、はい、しっかりパーを取って、うん、で最終ホールも、まあ、ティーショットいいところ行って9番アイアンでセカンド打って、うん、ちょっと右側についたのを入れたんで、うん、だそのショットやっぱりアイアンショットがだからなんかいいところに、うん、結構グリーンがこう、うん、なんていうんですかね、まあこうおわん型というおわん型だったりするんでこうなったりねしてるじゃないですか、うん、だからちょっとこう変にスライスとかフックが強く外れてたね、外れていくのが、うん、今日は球がまっすぐまっすぐ行ってくれたんで、はいはいはい、グリーンしっかり捉えて、うん、まあ、前半ワンアンダー、あー、ナイスプレーですね、はいはい、で後半の出だし、うん、ロング10番も、はい、まあ、10番でもちょっと3打目失敗したんですけど、うん、あね、3打目失敗したんじゃないけど今日は今回レーザーを使用することができて、うん、 そうだね、うん、その3打目でレーザーの電池が切れて大事点で何ヤードか分かんないんですよ、うん、で補足してなかったんで、はい、もう見た目でいく、見た目で90ぐらいかなと思って、はい、50人でパッてやったらダフって手前のパーが入って大事で、ね、でもしっかりパーで取って、はい、ナイスパー取って、うん、でそこからもやっぱティーショットがそこまで曲がらず、うん、3、ロング取れなくて、2番、11番で11番、ね、ちょっと右にバンカーがあって、はい、こう細いちょっと最後打ち上げの あそこのホールでドライバー打って、うん、セカンド9番かなんかで打って、うん、でバーディー取ったんですよ。おー、ナイスバーディー。そこもやっぱ右ぐらいに、はい、右ワンピンちょいぐらいについてバーディー決めて、うん、で2アンダーだったんですよね。いいですね。で次のショートを、うん、でもちょっと右ちょっとやっぱよく出たんですよ。右落ちてたね。右に、うん、もう本当センターを狙うってずっと決めてたんですけど、うん、やっぱちょっと2アンダーになって、うん、ここも取りたいみたいな。うんうん、7番アイアンで打ったらぴったりの距離なのかなっていう感じだったんで、ちょっと欲をかいてしまって右に外して、うんうん、はいはい、で OB 行かなくてよかったね、あそこね。いや、そうでしたね。すぐ OB だからね。すぐ OB だったんですけど、うん、たまたま助かってくれて、うん、まあそこはもうボギー、もうボギーだなと思ったので、うん、ボギーで上がって、で次の打ち下ろしの13番ね、13番もまあしっかり乗せて2パット、うんうん、で次のロング、うん、でドライバーフェアウェイ行って、うん、セカンドスプーンで打って手前エッジ、うんうん、でアプローチも
ちょっと58か52で打つか悩むぐらいの手前からのこうすごい傾斜で、うんうんうん、でも52で奥ちょっと行った方がバーディーパットしっかり打てて、うん、下りのフックラインだし確率がいいんじゃないかなと思って打って、うんうんうん、まあ、ちょっとワンピンないぐらい残ったのちょっと行っちゃったね、行っちゃったのをでも外して取れなくて、うんうん、でまたちょっと次のホールちょっと左行ったんですけど、うん、木に当たってちょっと出てきてフェアウェイにあって、そこから80ヤードぐらいだったんですかね、うん、しっかり奥にちょっと奥目に乗せて、はい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 、バーディー取って、あ、ナイスバーディー、2アンダーにまた戻して、で残りは3ホールですね、残り3ホール、はい、もうこの3ホールが本当に賞金ラインに、うん、ね、あの食い込めるかどうかの最も大事な3ホールだと思ったんで、うん、ね、うん、でちょっとアイアンでもか、あのアイアンは別にフックとか狙わず、うん、風が右からだと思ったんで、ね、グリーンの右端に打ち出して曲がってきてくれればいいし、ま、うん、っすぐ行ったら乗るぐらいの感じで欲をかかずに、うん、その前のショートでミスしてるんで、うん、もうしっかり打った結果でも右に外れちゃって、まあね、ね、右外すともうねすごいぐちぐちなんですよね、ぐちぐちで、うん、まあ、アプローチうまく打ったんですけど、うん、入らず、はい、で17番ちょっと打ち上げ で、うん、でティーショットでもちょっと気持ち悪かったんですよ、ね、気持ち悪いね、うん、広いけど広いけどちょっと左が嫌じゃないですか、うんうん、気持ち悪くて、まあ、あんまりショットいい当たりできなくて、うん、セカンド210とか、うん、多分200フラットで200だったんで、うんうん、打ち上げ入れたら多分210とか15ぐらいあるんだろうなっていう感じで、まあ、うん、でもフォローだったんで、そうだね、U4 で手前値狙おうと思ってちょっと右に外してアプローチうまくいかなくて、うん、ボギーでイーブンになって、うん、最後狭いしね、最後狭くて、うん、でももう最後もう行くしかなかったんで、ワン、うんうんね、アンダーじゃないと賞金ないんじゃないかっていうのがあったんで、うん、もうドライバーでしっかり打って、うん、残り80ヤードから、うん、ちょっと下緩いですよね、うん、パーンって言ったら、うん、ちょっと手前から入って、うん、バファーンってなって、もう顔にドロバッシャーかかってで、もう感触的にはあ、もう手前だ、グリーンまで届いてないと思って、フォローがね、フォローで、うん、多分風にうまく乗って、うん、ギリギリグリーンをキャッチして転がって、うんうん、サンドなのに転がってフェアウェイから転がって、うん、もう一番いいところについてバーディー最後取って、ワンアンダーだったんですけど、いやナイスプレーですよ。でやっぱでも前半 の、 そのアイアンを無理しないっていうところに、やっぱりその1日それをテーマに持ってた、まあショートで1回ミスしたのもあって、まあね、まあ、そういうミスあるよ、ありますよね、うん、あるある。でもその辺がまあ今回はでもちょっと良かったのかなっていう感じがしますね、うんうん、いや本当に、まあ、なかなかこの東急大分オープンは、まあなかなかコンディションがねこう難しいというか、はい、まあ、ここ今日は朝8時ぐらいは雨降ってて、雨結構降ってましたね。で昨日は大丈夫、はい、だけどその前日はねもう土砂降りで、土砂降りで、僕たちはこう、まあ、今日23日ですよね、はい、あの20日の日に入って、はい、で21練習ラウンドして22も練習ラウンドしてみたいな感じだったんですけど、はい、なかなかこうコンディションずっと雨で、多分ねこうそのねグリーンコンディションとかも万全の状態ではなかったと思うんですけど、はい、それでもやっぱり素晴らしいグリーンで、いや本当にそんなすごい止まる感じもなかったんで、うん、そうだね、やっぱ計算を手前からしないといけなかったですし、うんうんね、グリーンのスピードも本当速かったんで、そうだね、はい、だからこういろいろまあこの試合のためにねあのいろいろ動いてくれてね、はい、多分こういつもいいコンディションでやらせてもらってるって感じでね、はい、まあ、ちょっとまたね今回は僕はね結果悪かったんで、はい、またねこうリベンジにねあのこうさせていただきたいなと思いますし、はい、まあ、少しずつやっぱりこう考えてやっぱり良くしていかないといけないんで、はい、まっちゃんは今回1アンダー、そうですね、来年はもっとアンダーで、はい、だもっとアイアンなら、うん、でもやっぱりアイアンの精度が、うんうん、もっと良ければもっといいスコアが出る、うん、わけじゃないですか、そうだね、やっぱり僕はだからもっと良くするためにはどうしようかなっていうのもちょっとこの帰りで考えて、また明日から練習に励もうかなと思います。そんな感じで、はい、まあ今日は、まあ、東京大分オープンの結果報告ということでした、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。でですね、まあ、やっぱりこう、まあ、20日に入ってその日の夜からね、はい、こう僕たちを見てくれてる視聴者さん、まあ、視聴者さんとね、はい、あのご飯をこう食べたりだとか、はい、まあ、いつもこう、まあ、孔明さんのチームが大変お世話になる方とね、はい、食事をさせてもらったり焼肉連れてもらったりね、はい、その後ちょっと行ったりだとかこうしながらね、はい、で前日、まあ、その次の日も、まあ、一緒に回ったメンバーでご飯また行ったりだとかして、はい、で次の日も
まあね、フグをね、はい、チーム、米さんのチームでご一緒になったりしながらですね、はい、本当にいつもね、大変お世話になってね。いや、本当お世話になりました。はい。まあでもやっぱりこう、まあ今回ね、やっぱ大分の方ね、結構やっぱ見てくれてる方くて、はい、でやっぱりこの一緒に回らせてもらった方とかも、まあ今日一緒に回った方とかも、はい、非常に上手な方が多くて、はい、このなんかすごいね、そう、レベルが高いというか、いや、レベルが本当に僕の一緒に回った方、うん、お二人も、うん、あの飛距離がやっぱすごい僕に行くん で、うんね、でやっぱりスコアも、まあ、ちょっと途中で大きく崩したホールもあったりしたんですけど、うんうんうん、でもやっぱりゴルフ上手で、ね、やっぱ負けられないっていうのも結構やっぱありましたね。だからやっぱりね、みんな上手なんでね、まあ、ちょっとまた僕もね成長したあれですけど、はい、で今回ねこう、まあ、さっきね肘が痛いっていう話が ね、 そうでしたね、あったんで、あの今回たまたま、まあその21日にゴルフが終わってもうどうにもなんなくて、もうあの土砂降りの日もちょっと和穂さんちょっと悪かったですもんね。あ、もう肘がね本当にこう、まあ、ゴルフ肘なんですけど、はい、信じられないぐらい痛くて、はい、まあ、ここ最近ずっと痛くてね、でまあ、あの宮崎合宿の時にちょっと痛めたっていう話をねしたんですけど、ちょっと名刺忘れちゃったんですけど、顕微鏡道場っていうの、はいはい、あのカラフルさんっていう の、はい、あるんですよね。それはあの大分県の津久見市というところに、あの顕微鏡道場からカラフルさんって調べていただいたら、はい、あの出てくると思う。あ、でも出てこないから、まだホームページないって言うから、まだ Google マップとか出てるんですよ。はい、そこで僕はあの、まあ、肘とかね、そのま、だから要は腱をこう、うん、これ筋とかがやっぱりこう、はい、張ってたりだとか、なんかくっついてたりだとか、悪さしてるんだって、はい、で俺がちょっとランニングこう腕振っただけにちょっと痛めたんですよって最初言ったら、あ、でも岩尾さんのこのパッて見た時にこの辺の張りとかつっかえてるのがあるから痛めますって言われて、あ、だからここなんか負担かかるんでしょうね、ここに。そうそう、でそれでやっ、まあ、50分ぐらいね、1時間ぐらいやってもらったんだよね。こう、もうこういうなんかとことかいろいろこうね、はい、筋をこうあーってやってくれるんですよ、あの女性の施術してくれる人がね。はい、じゃあね、全く痛くないんだよね。いや、なんかそれ終わって、うん、まあ、合流したじゃないですか、うん、なんか和穂さんが、そう、ね、もうこうやって痛いんです、こうやって痛かったんですよ、はい、このものとかをこうやって持ってなかったんですよね、はい、響くからですね。そう、痛くて、でどうしようもなくて、でこうやって持ったら痛いしみたいな感じでもう、ま、ずっと、ま、いつもロキソニンテープを貼って寝てたんですよ、うん、なんかあれも貼ってましたもんね。そう、ツボのやつ貼ったり、ファイテンテープ貼ったりこういろいろしてたんですけど、はい、でもその顕微鏡道場カルフさんでやってもらって、はい、今は痛くないです、全くも。ちょっとゴルフすると振動で響くかなっていう感じですか ね、 で昨日とかやっぱりやった次の日だから、ちょっとこう違和感がまだやっぱりずっと多分使ってたからあって、はい、で今日とかはだいぶ良かったね。あ、でも良かったですね。で、言われたのがやっぱ肩がゴルフは内にこうやって入ってくるから、やっぱこうしないといけないから、はい、まあ、そのストレッチの仕方とかも小指を立ててこっち側にこうやってきたらだんだんこう入ると、だからちょっとこれが肩が内に入らなくなってくる、こういう立ててこうね、また寝るときとかもどっちかの肩下にして寝るとこうなるじゃないですか。 そうだね、そういうのもありそうですよね。寝転んだら俺なんか手こうなるんだよね。寝転んだら普通こうなりそうですけどね。でもみんな正常の人はみんなこうなるんだって、はい、だから俺とかもこうなるから、だから全部こうやって入っちゃってるんだって。じゃあやっぱり、まあ、それが原因で痛めるんですね。そうそうそう、だから、まあ、そういうのがあって、でも今回すごい、初めて、僕も結構そうこういう職業やってるから、はい、体のことに関しては結構詳しいつもりでいたけど、そうですね、まあ、整体だとかね、うん、いろいろね、顕微鏡っていうのは初めて。あ、初めて、ね、なかなか見なくないですか。見ない見ない。で千葉にもやっぱ何店舗かあって、あ、そういうのがあるんだよね、はい、でやっぱり良くなったんで、ただ千葉になってちょっとこう、まあ、成田の方にはね、もちろんなかったんだけど、はい、また調べて、だからとそういうとこ行けば治るのかなと思いましたけど、大変お世話になってね。まあ、でも違う視点からこうなんか治していかないと、うん、今までやってきたことで痛めてるというか、うん、その治ってないわけじゃないですか、うん、そうだね。だからそういうのもちょっとやっていく必要があるかもしれないですね、うん、そうだね。そういうケアもしながらね、はい、って言ってもやっぱりもう年を取ってきましたからね。和穂さんが36ですから、はい、そうですね、だから昔はなかった痛みがね出てきたんで、まあ、そういうのも含めてね、今後はちょっとこうケアして練習して、ダッシュして、ダッシュだ、帰ってダッシュするんで、はい、ダッシュしたら多分肘痛めないと思うんで、もうダッシュで直してもらったんで、あ、そうですね、今ダッシュしても多分大丈夫だと思うんで、だからこうやって走んないといけないんですよ。
バカしてる。いやでもこうやってね、なんか走り方とかもいっぱいあるみたいなんで、はい、まあ、そうやってね、いろんな方にお世話になってね、あれしたんで、まあ、ちょっとまた練習励んで、はい、ちょっとね、動画のストックがね、もうほとんどないんで、はい、まあ、あと3本ぐらいしかないんで、ね、そうですね、もうまた帰ってね、明日からもまた撮影したりもしたいと思うんですけど、はい、まあ、これ最後になりますけども、ウェッジもね、あの藤本理工さんから、はい、僕たち分のやつが出来上がったということで、はい、多分でも皆さん分も予約分も多分出来上がってると思うんですよ。出来上がったということで、はい、明日届くんですよね、はい、で明日届いて、まあ、組んでまた皆さんにこう紹介できればなと、まあ、今回ティーショットすごいありましたけどアプローチやっぱ良かったんで、アプローチとかはやっぱり練習してきたことがこ うまくいって、はい、そう公平にさ、そうやね、岩さんこれやった方がいいですもっとっつって、えアプローチこれやったやん、はい、アプローチこれ動画出てるっけ、いや出てないですね。まあこれですね。そう、はい、これがあるんですけど、はい、やっぱ岩さんはちょっとこっちやっぱこうスピンアウトしちゃうから、これで少しこう縦に体を使った方がいいっていうのをやっぱり言われて、こっちが潰れてないからちょっとリリース入ってこう右とか行くかもしれないですって話をね、こうまあ詳しい話はちょっとまたあのラウンド動画とかでね、はい、言いたいと思う。あ、後でまっちゃんに言いますけど、はい、あのその辺もまあやっぱりこうやっぱり公平とかはやっぱよく知ってるから、あ、まあそうですね、またねちょっとそういうのもねいろいろ自分が全部悪いんだよね、まあ、結局今回クラブとか変えてきたけど悪いのは全部自分だから。ああまあまあそれは一番の問題です、うん、まあクラブでもちろんなんか変わることもある、うん、あるけど問題は自分にあるから、そうですね、だからそこはちょっとね、はい、しっかりやっていきたいなと思います。はい、はい、今日はね、まっちゃんに惨敗したんで、なんか僕はちょっと、はい、あの試合で、うん、あのアンダーパーがまず出た、ね、久しぶりなんじゃないですか、久しぶりミニツアーとかでも出てなかったですか、ね、出てなかった。でやっぱり今年初めての、うん、こう賞金のある試合に出させてもらって、うん、初賞金、うん、っていうのもなんかこう、うん、あったんでちょっと自信にすごいつながってます ね、うんうん、やりなんかやっぱり前半良くてもいいよ、後半崩す流れ、さっき悪かったからね、なんか流れがあって、うん、16、17正直ボギーボギーってきた時は、うん、最後もねちょっとね、いやちょっと最後ボギーやるんじゃないかなと思ってたんですけど、最後バーディー取れたんで、いやそうよ、ちょっとこう自信になりましたね。だからこうね、こうプロテストに向けてこう調子を上げていけばね、はい、いいんで、はあ、まあいや これからですからね、これからもう一気にドーンと、はい、これからこう上げていってプロテストをこう、はい、ピーク迎えるんでね、まあ、あんまりね皆さんあんまりねこう変なコメント来ると僕全員ブロックしていくんで、はいはい、まっちゃんは動画上でニコニコしてるだけなんで、そうですね、そんなだからそういうなんかまっちゃん減らしてる場合じゃないよみたいなコメント来た人、はい、もうこれから俺が気に食わないんで全部ブロックしていくんで、まあ和子さんが多分その辺うまくやってくれてるんで、うん、僕に目に入ることが多分ないと思うんですけど、ね、そんなスコア打ってね減らしてるのはね動画だからね、ある程度ね、はい、こうあんまり暗いところを見せるのもね、あのね分かってるから、はい、まっちゃんはこうやってるけど、あんまり変なコメントはね全部僕ブロックしていくんで、はい、皆さんね僕がブロックするとみんな一生ブロックあのコメントできなくなるんで、はい、気をつけてください。はい、その辺ちょっと頼みますよ。きっと皆さん大人の方ですから、いや大人のコメントねお願いしますよ、ね、まあ、そんな感じで、まあ、僕たちはこれから帰りましょう、帰りましょう、家に着くのは夜11時だと思います。はい、はい、ということで皆さんまたありがとうございました。ありがとうございました。